はいどうも、皆さんこんにちは。ドラクエ解説チャンネルのシャマと申します。今回はドラクエ3全職業解説、魔法使い、僧侶、賢者編ということで、これら3つの職業の強みや具体的な育成方法、おすすめの性格などを紹介解説していきたいと思います。ドラクエ3攻略のための重要な情報もお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編に行ってみましょう。まずはじめに解説していくのは魔法使いです。現在のドラクエでも受け継がれているいわゆる攻撃型の呪文使いとなっていて、強力な攻撃呪文を多数習得します。加えていくつかのサポートも習得したりと、冒険において非常に重要な役割を持つ職業だと思います。それでは早速魔法使いのステータス特徴の方から見ていきましょう。賢さや素早さの成長率が高く、その分力や体力が低いというのが特徴です。戦士とは真逆の成長パターンですね。賢さの成長率は最大 MP に影響するため、強力な呪文を習得する魔法使いとは相性が良く、後半では呪文による全体攻撃を得意とする優秀な職業へと成長します。また素早さも伸びるため、素早さが守備力に直結するドラクエ3においては、魔法使いといえどある程度の守備力を確保することができます。特にレベル30を超えるあたりから急激に伸び始めて、素早さが売りである武闘家と並ぶくらいの成長率を持っています。とはいえ装備できる防具の少なさや体力の低さを考えると、決して高耐久と言えるわけではないので、効率配置などでカバーしていくことが重要になります。力は絶望的で装備もほとんど期待できないので、基本的には呪文主体に立ち回っていくようなキャラクターになると思います。それでは次に習得呪文を見ていきましょう。多くの攻撃呪文を習得し、最序盤ではメラによる重要な火力源となり、中盤ではスクルトやバイキルトといった強力なサポート、終盤に差し掛かるにつれてヒャダインなどの全体攻撃呪文やメラゾーマによるボス戦での火力出しなど、冒険を通して割と常に活躍することができるような性能となっています。素早さが高い分、先制して全体攻撃を叩き込めるため、雑魚処理のスピードも高く、かなり優秀な職業の一つと言えると思います。またバイキルト習得後は戦士や武闘家に転職するというのもありですね。サポートをこなせる魔法戦士として育成することができるからです。魔法使いからの転職は力の初期値が低くなるため、豪傑の腕輪などを装備し、性格を変えるなどでうまく調整することが重要となっていきます。それでは次に装備について解説していきます。ファミコン版では装備できるものが極端に少なく、ゲーム開始後しばらくは旅人の服とか革の帽子で冒険を進めることになります。中盤に差し掛かるにつれて三河市の服だったり天使のローブも登場し、素早さも大幅に成長することで、ここからようやく最低限の耐久力が手に入るといったイメージです。終盤では唯一水の羽衣も装備できる点が非常に優秀です。スーパーファミコン版以降では装備も増えて、魔法の盾やドラゴンローブといった強力な装備も増えました。ちなみにドラクエ3は性別を選べるんですが、男性と女性によって装備できるものが変わり、基本的には女性用の装備の方が優秀だと言われてます。そして魔法使いもその影響を強く受けていて、毛皮のフードや銀の髪飾り、マジカルスカートなどの女性用装備が用意されているため、魔法使いが男か女かで中盤の耐久事情は大きく変わると思います。よほど男魔法使いに思い入れがない限りは女性にすることをおすすめします。武器はほとんど意味をなしませんが、毒針を装備できるのでメタル狩りなどでは活躍させられるかもしれませんね。というわけで最後におすすめの性格などを紹介していきたいと思います。まずはセクシーギャルですね。マイナス補正が一切ないドラクエ3史上最も安定感のある性格です。困ったらこれにしとけみたいなところがありますね。逆に言えばこの性格が強すぎて他の性格が霞んでしまうというのが少し難点なんですが、魔法使いの特徴でもある素早さと賢さを伸ばしつつ体力も伸ばしていくことができるため、低い耐久力を少しでも補うことができて、打たれ強い魔法使いに成長させることができます。そしてもう一つおすすめなのが切れ者です。素早さ、賢さを大きく伸ばすことができます。特に賢さに関してはプラス 40% というところで、最大 MP にブーストをかけることができて、強力な呪文を連発してもガス欠しない超強力な呪文アタッカーに成長させることができます。呪文を心置きなく使っていきたいというプレイヤーにおすすめの性格でした。
次に紹介していくのは僧侶です。ドラクエの回復枠として定着している僧侶。本作も回復をメインとした行動が特徴の職業となっています。オレンジの全身タイツに前掛けみたいなこの服装が僧侶らしからぬ大胆さがあって、このギャップが素敵だと思います。それでは早速ステータス特徴の方を見ていきましょう。賢さが主に成長していき、その他のステータスはやや控えめ。素早さも魔法使いと比較すると低くなっております。このステータス配分をどう見るか、個人的には若干足りていないなぁと感じてしまいますが、序盤の貴重な回復枠としては唯一無二の存在なので頼もしい仲間になるでしょう。ただスーパーファミコン版以降は持ち物に制限がなくなったので、袋に薬草を詰め込むことができ、これだけで十分回復が間に合ってしまうことから、ファミコン版ほどの価値がなくなってしまったのが残念ですね。というわけで、それでは次に習得呪文の方を見ていきましょう。ザオリクやベホマラを習得するのが非常に優秀ですね。他にもドラクエ3の敵が使用する攻撃の中でも特に凶悪なブレス系を軽減できるフバーハなども習得できるため、完全にサポートに特化したキャラクターとなっています。またルカニ系も習得するため、味方の火力補助もできるため、ボス戦などでは忙しくなりがちな職業と言えるでしょう。またニフラムはピラミッドのミイラたちやガルナの塔のスカイドラゴンを消し去ったりと、いろいろ便利な呪文でもあるため、実は戦闘への貢献度は回復だけではなくて処理面も魔法使いに劣っていなかったりします。次に装備の解説の方をしていきたいと思います。ファミコン版では最高装備が魔法の鎧だったりと、魔法使いに負けず劣らずの残念さだったんですが、リメイク版ではこちらも魔法使い同様、ドラゴンローブや光のドレスなどの強力な装備が追加されました。また魔法使いとは違い、武器もある程度使いこなすことができるため、物理攻撃もいけなくはないといった感じです。鉄の槍やホーリーランス、モーニングスターなどを装備することができ、勇者や戦士ほどのパワーは出せないまでも、前衛職が倒し損ねた敵を少しずつ処理していくくらいの力はあります。ただ最終がゾンビキラー止まりなので、終盤での肉弾戦はなかなか厳しいものがあるかなといったところです。それでは最後におすすめの性格を紹介していきます。まずはおなじみセクシーギャル、もはや説明不要なので簡潔に紹介しますが、マイナス補正がなくて全てがバランスよく成長していくため安定感がありますね。回復役としての賢さや素早さを伸ばしつつ、生き残るための体力にも補正をかけられる、もはやチートクラスの性格と言っていいでしょう。そして切れ者、こちらも先ほど紹介したので簡単な説明になりますが、最大 MP にブーストをかけることができて、ネクロゴンドの洞窟やバラモス城、ゾーマ城などの長い高難易度ダンジョンでも MP 切れを防ぐことができるといった強みがあります。そしてもう一つおすすめなのが命知らずです。こちらは少し変わった性格にはなるんですが、HP をより大きく伸ばして耐久力を底上げした性格となっています。セクシーギャルに比べて HP が伸びやすいので、ボス戦時の安定感が高まります。またこの性格になるにはルイーダの酒場の登録時に力の垂れを投与することになるんですが、その関係で序盤の力が高くなって僧侶もアタッカーとして参加できるようになるといったメリットはあります。補正自体はマイナスなので、冒険中ずっと攻撃に参加できるというわけではないんですが、転職までの安定感を考えると決してなしな性格ではないと思いますね。転職後は装備品などで性格を調整してあげるというのもありですね。というわけで以上、僧侶の解説でした。次に紹介していくのは賢者です。ここまで紹介した魔法使いと僧侶のいいとこ取りをしているような職業で、ドラクエ3屈指の強さを誇っています。ただその分他の職業と比べて転職条件が特殊なため、自由に賢者になれるというわけではないのが難点ですね。それではそんな最強職の一つの賢者、一体どんな性能なのか、ステータス特性の方を見ていきましょう。全体的に高水準で特に賢さが伸びやすいです。僧侶、魔法使いのステータスをバランスよく引き継いで、より万能型にしたような、そんなステータス配分ですね。素早さは魔法使いほどではないんですが、そこそこ伸びますし、体力も僧侶や魔法使いよりも高いため、打たれ強さもアップしています。転職条件がレベル20以上の遊び人か、悟りの書を持ったレベル20以上の職業からのみとなっているため、自由に賢者になることはできず、遊び人は戦力としても微妙なため一苦労といった感じになっています。ファミコン版では遊び人から転職した賢者は最大 MP が低くなるといったデメリットもあるため、
効率のいい育成としては、もともと MP が高い僧侶や魔法使いからの転職が望ましいです。ただ、遊び人から転職した場合は、口笛を覚えた賢者が誕生するため、稼ぎ要員として一人はいてもいいかもしれませんね。そして、習得呪文がこちら。魔法使いと僧侶が習得する呪文をすべて覚えます。ザク戦では、メラミやヒャダルコといった攻撃呪文、ボス戦では、スクルトやバイキルト、ルカニやピオリムなどのサポートもこなせるため、パーティーに必ず入れておきたいような職業になっています。もちろん、ベホイミやベホマ、ザオリクなどの回復蘇生も覚えます。このことから、ある程度ドラクエ3に慣れたプレイヤーなどでなければ、賢者に仕事が集中してしまい、MP の枯渇が考えられます。しっかりと転職前のステータスを確認したり、性格で調整、または MP を回復できる祈りの指輪などの準備が必要になってきますね。それでは次に装備を見ていきましょう。転職可能な中盤以降で考えると、魔法の鎧や魔法の盾が装備できるので、防具にとても困るといったことはありません。また、体力や素早さも特別低いわけではないので、呪文キャラとしては高い耐久力を持っている方だと思います。加えてゾンビキラーも装備できるため、途中までは肉弾戦もある程度こなせます。こうやって聞くと、賢者って本当に万能ですよね。終盤の装備としては、おなじみ光のドレスやドラゴンローブ、魔法の盾といった超優秀な耐性装備も完備。武器は最強がグリーンガムの鞭ですが、入手条件が小さなメダル100枚なので、手に入れるのが少し困難です。手に入れたとしても、盗賊などの他の適正者がいる場合は、そちらを優先した方がいいでしょう。また、ファミコン版では装備できなかった水の羽衣がリメイク版で装備できるようになったので、光のドレスやドラゴンローブよりも楽に装備を整えたいという方は、マイラで購入できる水の羽衣もかなりおすすめの装備となっています。それでは最後に、賢者のおすすめの性格を紹介していきたいと思います。まずは、もはやおなじみセクシーギャル。何度も紹介しているので、ここは割愛させていただきます。マイナス補正がない優秀な性格ですね。そして、切れ者。こちらも先ほどから紹介している通り、賢さの成長率が高く、呪文を使うことに特化した賢者に育成したい場合はおすすめです。特に賢者は攻撃も回復も両方こなせる分、魔法使いよりも MP が多く必要になる場合が多いです。そのため、この切れ者を選択しておくと、ダンジョン攻略時やボス戦時のガス欠を防ぐことができるかもしれませんね。そしてもう一つ、頭脳明晰も紹介しておきます。切れ者に比べて素早さの補正がなく、賢さの伸びも少し劣りますが、その分体力のマイナス補正がなくなります。結果、切れ者より最大 HP を多く確保して耐久力を上げることができます。星降る腕輪などを持たせるキャラであれば、そこまで無理に素早さに補正をかける必要がないので、それであれば頭脳明晰の方が MP を伸ばしつつ体力のマイナスを抑えることができます。素早さのメリットでは切れ者の方が上で、かつ星振る腕は一点物なので、持たせるキャラを明確にしておかないと損してしまう場合があるので、頭脳明晰を選ぶキャラには注意してください。はい、というわけで今回はドラケー3の僧侶、魔法使い、賢者の性能を解説していきました。今回の動画で呪文キャラの特性は理解していただけたのではないでしょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もドラクエや FF といった指定2の名作 RPG の解説や考察を動画にしてアップしていきます。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。